赤モン柄は、フグ目モ,モンガラカワハギか赤モン柄属に分類される魚。赤モン柄属は本種のみで構成され、一属一種の分類群である。体色は深い紫色で、頭部に青緑色の模様があり、ヒレは明るい水色で縁取られている。他のモンガラカワハギカの魚と同様、オヒレは上下端が伸長し、湾曲した形状になっている。 赤モンガ柄は上顎に2本の赤く鋭い葉を持ち、これは口を閉じていても見える。赤モンガ柄の赤は、この葉の色にちなむ。英名は、レッドトゥースットトリガーフィッシュであり、これを訳して、赤葉ンガ柄という和名が与えられたが、記載時の手違いで、葉が抜けてしまい、赤モンガ柄になったという説がある。もん柄か葉ギ類の中では、おとなしい種類であるが、 成長するとともに気が荒くなり、うなり声のような音を出すこともある。気分や餌、水質に応じて体色を紫から青、さらに青みがかった緑色に変えることができる。胸びれは非常に小さく、姿勢のコントロールは主に背びれと尻びれで行う。赤ンガ柄は背びれと尻びれを巧みに操り、プロペラを思わせる特徴的なヒレの動きで機敏に泳ぐ。 ソロイいンガラ族であり、赤ンガラとは別種。岩手以南、琉球列島に生息し、全長は40センチメートル。体は全体に黒い。第二背びれと尻びれは透明に近く、周りが黒く縁取られている。おひれ基部は白いが、後半は赤くなっている。また、猛毒のパリトキシンが外国で検出されている。赤ンガラは、 珊瑚礁の水路や長い斜面で水流が強い場所を、好み、吹き流されない、溶岩同士の隙間や岩の割れ目に身を隠す。また、沿岸部の水深級から30メートル程度の浅場にもよく現れる。赤モンガラはプランクトンを主食とし、群れを作って流されてきた動物プランクトンを食べたり、海面類を食べたりする。その他、オキアミやガイ、イカ、ウニ、小魚なども食べる。 航海及びインド太平洋地域の西はアフリカ東海岸から東はマルケサス諸島及びソシエテ諸島まで北は日本南部から南はオーストラリアのグレートバリアリーフまで極めて広範囲に分布する赤モンガラははっきりとしたペアを作って繁殖行動をしオスがそのテリトリーの中に作った巣に散乱する卵の世話をするのはメスだが オスも卵が孵化するまで巣の周囲で外敵を警戒する。飼育下での繁殖は、ほぼ不可能である。ペットショップでは通常は、小型の養魚が売られているが、生魚の体長が50センチメートルにも達する、大型種であることに注意が必要である。他のモンガラカワハギ類と違って、本種は管理が適切なら水槽内でも短期間で生魚にまで成長するので、それに見合った。 大きさの水槽を用意しなければならない。一方、モンガラカワハギ類の中ではおとなしく、複数匹を一緒に飼育したり、タンクメイトとうまく共存させることもできる。水槽内でも餌をエリゴ好みせずよく食べ、口に入るサイズであれば、動物性の冷凍餌や乾燥餌、ペレットなど大抵のものによくえずく。ただし、モンガラカワハギ類であることには、 代わりはないので歯が鋭い上に噛む力も強く、うかつに水槽内に手を入れると噛まれて出血することも、あるため注意が必要である。ありがとうございます。